背骨を入れてください。
聞こえているぞ。私のパーソナルスペースから出ていかないんでしょ。続けて。それで地図は起動できたの？私の限りなき知性と限られた資源を駆使してできることはやったわ。試してみる？さあこれでいけるはずよ。データが一部破損してるようね。地図にかなりダメージが蓄積してる。そこで仮説、ファイリンカリプスは地図をチャージしようとしたものの、その力は地図をさらに消耗させた。というわけで、これじゃ一つの惑星しかわからないわ。プロメティア？なるほど、タイフォンデレオンが最初のボルトを見つけた星ね。プロメティアか。ありがとう、タニツ。目的地はプロメティアか。そういうことになりそうだね。カリプソツインズより先にボルトにたどり着かないと。エリーが船の準備をしてくれてる。私は地図とタニスを運ぶから発着場で会おう。私がこれ嫌いなの知ってるでしょ。だってエリディアン専門家を守らなきゃ。ええ、私の他にはいないものね。いい？ゴミくずはさっさと掃除されちゃうのに、こびりついたガムとかってなかなか取れないよね。言っとくけど、あの地図とそこに乗ってるボルトは生まれた時から私のもん。あんたなんかボルトのこと何一つ知らないくせに、何のためにあるのかも。私たちはチルドレン・オブ・ボルト。これは家族の問題なわけ。
会いたかったよ、ベイビー。もう少し、あとは燃料と新しいアストロナビのチップがいるわ。ボルトハンター、エリを手伝ってくれる？私はクリムゾンレイダースを集めて船に乗せる。承知した。わかった。じゃあまたね。あらゆる事態に備えて。カリプソツインズがおとなしく行かせてくれるはずない。あなたにとっておきのプレゼントよ。あそこのビークルはバイオ燃料で動くの。しかも原料をエリ好みしないわ。バンディットとかスキャックを引いて燃料を貯められるの、エコでしょ。さあ乗って乗って。狩りは群れで行う方が効率がいい。準備はいいか？どこに隠してた？ママにはいつもレッドゾーンに入れてダメって言われてるけど、やっぱり。断片さん、やってらんないよ私。ボーンに例のエイリアのあれを見せたらすっごい慌ててさ、隠せって言うわけよ。はあ、チルドレンオブボルトに売ればクラン全員が何ヶ月もバーキッドキャビアを食べられるってのに。売らないなんて言ったら私がみんなから恨まれるっての。最悪のアホボス、クランのことを何にも考えてない。には新しいブースが必要だね。誰のことだか分かるだろう。もちろん私。記憶を全部集めたか？俺も聞くのが楽しみだよ。ビクとは息ぴったりでいつも支え合ってたんだ。俺の大親友をシミュレーションから解き放ってくれ。壊すぞ。全部ペッしなさい。
りだった。人よ、君をこの心の牢獄から解放しよう。無理だよ、出られやしない。またあいつに腕をもがれちゃうよ。死ぬほど痛いのに、また生えてくるんだ。わけわかんないよ。もう50回くらい繰り返してる。捕虜から離れろ。いけるか。ぺちゃんこに乗れ。あいつらは命を言ってたぞ。実在と非実在を同時に体験している。ああ、深く考えるな。変なことばっかり。もう何が何だか分かんないよ。ここから出して。
何ゴミだ。ひどい悪夢だった。助けてくれてありがとう、ビーク。ああ生きてたんだな。もう多分定期上はね。ボーンが私と話してる。ボーン、その私は大バカだったよ。チルドレン・オブ・ボルトはイカれてる。仲間になろうとした私たちを殺して拷問したんだ。殺してから拷問だよ。ミク、君には心を入れ替えてもらわなきゃならない。さあごめんなさいの腕立て伏せ100回だ。それが済んだら来るといい。俺たちの新しいクランに。ゴークリムゾン・レイダース。クリムゾン・レイダース悪くないね。まあ腕立て伏せよりはマシかな。うん、そうだ、あんたは命の恩人だね。これあの終わりのないデジタル牢獄でかっぱらっといたし、あんたにあげる。好きに使って。ギクシャクするね。いいじゃん、私ずっと自分の時間が欲しかったんだよね。まさにこれ、気に入った人と一緒にいられる。あんたは私？私があんた？変な感じ、頭がおかしくなったみたいな。まああんたは頭ないけど。あんたに食事って必要なの？私が生きてられるのはケースを満たしてるこの何かのおかげだと思うんだよね。だって胃も腸もないんだし。でも舌はあるね。お肉の汁をちょっと垂らしてくんない？なんか理想の暮らしっぽくない？拷問装置につながれて延々ひどい目に遭わされたのも今になって考えれば安い代償だったかもしれないよね。イエーイ、ハイタッチ。それ笑えないからそうだね、確かにごめん。会いたかったよ、ベイビー。君の出番だ。だからタイリー・カリプソが地の報復をお望みなら
それぞれか。ちょっと見てみよう。久しぶりにね。チャージされてないね。任せて。ダメみたい。おかしいな。前はできたのに。専門家の出番かな。この星でエリディアンの技術を理解してる人間はたった一人、パトリシア・タニスだけ。谷の向こう側の発掘現場にいるから地図を持ってってくれる？うちの船を何とかしなきゃ。私の貴重でかけがえのない発掘現場を踏み荒らしてるあなた、何かご用？君がタニスか。そうよ、新しいボルトハンターね。チーズを見つけてきたんでしょ。これは褒められるべき偉業よ。褒めたわ。さあ、チーズを見せて。
私がこの陣地を超えた難解さを誇る貴重な品を調べる間、あなたは外で物を盗むなりして待っていてくれるかしら。これから私が何か言ったとしても、仮説を検証してるだけで話しかけてるわけじゃないわ。混同しないで。思った通り、大輪カリプソはセイレーンよ。他人の生命力をエネルギー源にしてるようね。つまりあのカルトは彼女の食料庫というわけよ。ボルトに秘められてる力は想像もつかないほどよ。カリプソツインズがそれを手に入れたらどうなるか。考えたくもないわね。今悲鳴がした？それともまた私の幻聴かしら？確かに聞いた。血の匂いがする。スーパーマン、地図直してくれた？じゃあちょうだい、ファミリーに入れてあげるから。え、何？入りたくない？はぁ、チャンスをあげたからね、マジで超残念。さよならだ、クリムゾンオタンコナース。トロイが、ちょ、クリムゾンオタンコナースって、やっぱ。とにかく、トロイがあんたが死ぬとこをエコーネットで配信するからね。はぁ、色ぶったセリフは NG ね。後で僕が当てれこしちゃうよ。リリス？今向かってる。ボルトハンター、タニスと地図を奴らから守って。俺はグレートボルトへ行くって。ハイリーの私も最後は液体を打ち込む。一緒に残りを片付けよう。はい、キャッチして。シートを守って。死なないでよ。私のパーソナルスペースから出ていかないんでしょ。続けて。それで地図は起動できたの？私の限りなき知性と限られた資源を駆使してできることはやったわ。試してみる？さあ、これでいけるはずよ。データが一部破損してるようね。地図にかなりダメージが蓄積してる。そこで仮説、
カイリン・カリプソは地図をチャージしようとしたものの、その力は地図をさらに消耗させた。というわけで、これじゃ一つの惑星しかわからないわ。プロメティア？なるほど、タイフォン・デレオンが最初のボルトを見つけた星ね。プロメティアか。ありがとう、タニツ。目的地はプロメティアか。そういうことになりそうだね。カリプソツインズより先にボルトにたどり着かないと。エリーが船の準備をしてくれてる。私は地図とタニスを運ぶから発着場で会おう。私がこれ嫌いなの知ってるでしょ。だってエリディアン専門家を守らなきゃ。ええ、私の他にはいないものね。いい。ついたガムとかってなかなか取れないよね。言っとくけど、あの地図とそこに乗ってるボルトは生まれた時から私のもん。あんたなんかボルトのこと何一つ知らないくせに、何のためにあるのかも。私たちはチルドレン・オブ・ボルト。これは家族の問題なわけ。調子は？もう少し。あとは燃料と新しいアストロナビのチップがいるわ。ボルトハンター、エリーを手伝ってくれる？私はクリムゾンレイダースを集めて船に乗せる。承知した。わかった。じゃあまたね。あらゆる事態に備えて。カリプソツインズがおとなしく行かせてくれるはずない。あなたにとっておきのプレゼントよ。あそこのビークルはバイオ燃料で動くの。しかも原料をエリ好みしないわ。バンジットとかスキャックを引いて燃料を貯められるの、エコでしょ。さあ乗って乗って。ほとんど乗せ終わったよ。アストロナビのチップがあればすぐに出発できる。気がしない。見事な勝利だ。
私たちのためで、外の世界は血に飢えたバンディットでいっぱいだって父親は言ってた。で、やっと牢獄から出てみると、確かにあいつの言う通り、宇宙はバンディットで溢れ返ってた。バンディット、この銀河に残された最後にして最大の資源。だって何十億もいるんだよ。あいつらは企業同士の戦争が残した人間スクラップ。壊れちゃってるけど、あんたたちは特別だって言ってあげれば、私たちのために戦い死ぬことだってへっちゃら。だってファミリーだもん。そう、私の家族なわけ。宇宙はバンディットのもの。私に従う限りはね。どこに隠してた？
脇の下のような星を出て宇宙へ旅立つ時です。電気を掃除して扉はしっかり閉めてください。ではクリムゾンレイダース初代超激烈スーパー提督として宣言します。ベッドの上の段に寝るのは私。私は船に向かう。また後でね。戻ってきて。燃料を入れるわ。この辺りも少しは綺麗になった。さあ、そこに止めて、ボルトハンター。準備はいいか？待ってて、燃料をもらうわ。プロメティアに行けるなんてね。新しい景色を見て新しい出会いを求めるの。都会の男子に自然ドキュメンタリーでしか見れないようなことを教えてあげるわ。 COV これでよし。さあ、準備はいい？ファイヤーホーク、その地図ちょうだいってば。お断りだよ。そう、じゃあやろっか。ゲット。遺伝っていうか、私と弟はもともと一つでね、生まれた時にパパが切り離したってわけ。以来この子は私のおかげで生きてる。何しようっての。私、生き物からでも力を吸い取れるんだ。もちろんあんたのもね。伝説のボルトハンター、ディストロイヤーキラー、ファイヤーホーク、だから何って感じだよね。あんたの力はもらったし、殺しちゃおっかな。大ね、大輪たく。狩りの本能に従え。嘆いてもしょうがねえ。
い眠りの果てに目覚めるだろう。続くが、君の声はグレートボルチャー美しい金刊で吸い潰してやる呪いのため早くリリスを助けてあげて。どういうこと？何をされたの？リーダー、急がなければ。ありがとう、ボルトハンター。私は大丈夫、船に乗ろう。ボルトハンター、こっち。アストロナビのチップはあなたに任せたから。大変なことになったわね。でも今話してる暇はないわ。すぐここを脱出しなきゃ。今一番安全なのはあの船よ。ボルトハンター、船に乗って。チルドレン・オブ・ボルトがまた攻撃してくる前に離脱しなきゃ。ボルトハンター、来て。タイリーンはかつてないほど危険な存在になった。
軍事力、地図、そして私のセイレンの力を持ってる。できるだけ人手を集めないと。クラップトラップ、プロメティアについての情報は？プロメティア、輝ける大都市にしてアトラス社の本拠地、銀河のこちら側では最も科学技術の進んだ惑星と聞いています。アトラスか。カリプソツインズより先にボルトを見つけるのに協力してもらわないと。ボルトハンター、アストロナビを接続してプロメティアにセットして。よし、じゃあいよいよだね。みんな捕まって。この子は爆縮ドライブを備えてるの。つまりすんごい危険ってわけ。一つ計算を間違えれば大変なことになるわよ。もちろん分かってますとも。ではプロメティアへ出発。クラップトラップ、待って。何をやったの。この状態はかなり不快だ。損傷、ナビと推進機もだよ。システムが復旧できるまでここで立ち往生だね。エリー、どのくらいかかる？まだなんとも。とりあえず頑張るわ。お願い、急いでね。ウォルトハンター、他のクルーを見てきて。助けが必要かも。クラップトラップを、そこにいて。お任せください。タニス、どこにいる？心配はいらないわ。体を温めてるだけよ。さっきので温度調節システムがおかしくなったの。再起動してくれる？夏休みの後の教室みたいな匂いね。これも。ちょっと待ってて。あとちょっとよ。スイッチ入ってんのか？テス、テス。ヨー、ボルトハンター、いい仕事があるぜ。こいつは見逃す手はねえぞ。助かった。あのイカれたロボットめ。よせ、話したら容赦しないと言われたろ。クラップトラップ、クルーを監禁したの？銀河間インターン兼奴隷のことですか？もちろんです。揺るぎない忠誠心を育てるためにこの世に閉じ込めておきました。人材管理の基本です。一度しか言わないよ。奴隷も監禁もなし。はぁ、我慢します。一週間は新入り監禁部屋を使用する予定がなくなったので、寝室としての使用を許可しましょう。喜びなさい新入り。私のおかげであなたの部屋の風水は完璧ですよ。やるわね、ボルトハンター。こっちも問題を特定できたわ。エントロピー加速器が壊れたの。貨物室に予備があるから取ってきてくれる？おしゃれ捕食者の誕生だ。
はスペアがいっぱいあるのよ。あなたにとっておいた特別な装備もね。ダメになった貨物は諦めて放出しましょう。に左利き用の銃も全部さよなら。ああ、でも R がエントロピー加速器を1台持ってたはずよ。宇宙の木図になってなきゃだけど。R、起きなさい。船が大変なのよ。手を何の用だ。エントロピー加速器を。忙しいんだ。失せな。R、エントロピー加速器を渡して。なら名前を書いとくんだったな。書いてても知らねえが。渡さないならネジネジドーナツにしてチョコにつけちゃうわよ。ああそうかよ。まあエリジウムとなら交換してやってもいいぜ。持ってねえだろうけどな。さあ失せろ。R 今日は疲れてるの。怒らせないで。エリジウムだ。ないなら用はねえ。ああもうムカつく。でもここは言うことを聞くしかないみたいね。エリジウムがないならバーに私のママがいるから会いに行って。いろんな通貨を用意してるわ。私は目視。お名前を聞いてもいいかしら。フラックだ。君のフェロモン分泌量に圧倒されている。あら、お上手ね。まあまあ、ボルトハンターをからかうのはやめて。船の修理にエリジウムが必要なの。うちのスロットは試した。今日はついてるかもしれないわよ。私もエコーキャストやってみようかな。一緒に来てほしかったらいつでも言って。あら、すごいじゃない。魔法の指を持ってるのね。またいつでもいらっしゃい。他にも遊べるゲームがあるわよ。それじゃ、あのゲス野郎に望みの品を届けてやって。なんだ、くれるのか。何もしないで宇宙船に乗ってると時間が過ぎるのがあっという間だね。このままじゃダメ。こんなはずじゃなかったのに。あんたはヒーローだってみんなに言っといたから、それらしくね。暇じゃねえんだ、くそったれ。おい、何やってんだ。そいつを持ってとっとと消えやがれ、くそったれ。あのなんとかいうやつを持ってけ。もう二度と来んな。ほんと最低なやつだわ。じゃあ加速器を取り付けましょう。早く出発しなきゃ。もう来んなよ。ボルトハンターがいれば安心だけど。
いや、ごきげんよう。そんなことよりプロメティア急がないと。